こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日は冷凍大根を使ったおすすめレシピをご紹介します。冷凍大根の方法は前回の動画をご覧ください。まずは豚肉の旨味が染み込む大根のそぼろ煮を作っていきます。お鍋を中火にかけます。そこにごま油、生姜のみじん切り、生姜の香りが出るまで炒めます。そこにひき肉、色が変わるまで炒めてください。そうしましたら大根混ぜて、全体に油が回ったら調味料を入れていきます。お砂糖、みりん、お酒、お醤油、だし汁、全体になじませたら蓋をして弱火で大根が柔らかくなるまで加熱します。大根が柔らかくなったら水溶き片栗粉でとろみをつけます。器によそってネギをふりかけたら完成です。体がとっても温まるので寒い日にはぜひ作ってみてください。次にご紹介するのは大根の皮を使ったきんぴらです。うちでは普通のごぼうのきんぴらより人気です。大根だけでは寂しいので人参も加えます。フライパンにごま油と鷹の爪を入れて火にかけます。そこに冷凍うどんみたいな大根、大さじ1杯ほどのお水を回し入れたら蓋をして焼きそばみたいに蒸し焼きにしてください。そうしましたら裏返して人参、蓋をしてさらに1分加熱します。今度はほぐしながら炒めていきます。全体的にほぐれたら調味料を加えていきます。お砂糖、みりん、お醤油、汁気がなくなったら火から下ろします。白ごまを振って完成です。ご飯によく合うのでおにぎりの具にもぴったりです。小さく切った大根は解凍せずにそのまま使ってください。大根おろしは自然解凍してから使うのがおすすめです。人気ナンバーワンの練馬スパゲティの作り方は別動画にアップしていますので、そちらをご覧ください。このチャンネルではいつもの料理がもっと楽しく楽になる料理術をレシピとともにお伝えしています。この投稿が参考になりましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。